調査時代の瀬島隆造瀬島隆造は、日本の陸軍軍人、実業家、陸士44期次席、陸大51期主席、太平洋戦争のほとんどの機関、参謀本部部員を務めた、最終階級は、陸軍中佐、戦後愛党中商事会長、中曽根康弘、元首相の顧問など多くの要職に就任し、政治経済界に大きな影響力を持ち、 昭和の三宝と呼ばれた、号は、立本、妻の清子は、松尾伝蔵の長女。1911年12月9日、富山県西都並郡松沢村、和志島の農家で村長の瀬島隆太郎の三男として、生まれた、都並中学校を経て、東京陸軍幼年学校に入校し、陸士岡を経て、1932年に、陸軍主管学校第44期を辞席で、 卒業して、恩師の銀時計を排除。不評第35連隊府で、陸軍不評少位に任官。1938年12月8日に、陸軍大学校第51期を主席で卒業し、恩師の軍刀を排除。午前公演のテーマは、日本武将の闘水に収むて、その後、1939年1月15日に、関東軍令下の第4師団参謀として、 満州へ赴任し、同年5月15日には、第5軍参謀となった。同年11月に、参謀本部部員に補いされ、1945年7月に、関東軍参謀に転じるまで同職にあった。翌1940年には、関東軍特殊演習の作戦立案に当たった。1941年12月8日に、太平洋戦争が開戦。ほとんどの期間を、 参謀本部部員として、陸軍の中枢にいた瀬島は、衆と松尾伝蔵の兄であり、戦争の早期終結のために動いていた岡田圭介と連絡を保った。1944年12月から翌年2月まで、瀬越良造の編名を用いて、外交伝書士として、モスクワへ出張した。1945年1月15日に、島村則康氏が戦死すると、その後任に、 瀬島が選ばれ、同年2月に連合艦隊参謀を兼務した。同年3月、陸軍中佐に進級した。菊水作戦に際し、南九州に出張して、同地に展開していた第六航空軍を指導した。同年6月末まで、連合艦隊参謀として同僚である、千葉屋正隆と共に、本土決戦準備のため日本各地を調査した。特に、 高知県沿岸を結合作戦における米軍の上陸予想地点として第55軍の作戦指導に熱心に取り組んだ。瀬島は、佐古水久常と親戚であることを千葉屋に打ち明け、佐古水を通じて鈴木寛太郎首相に選挙区の実情を訴えたという、1945年7月1日、関東軍参謀に補いされ、満州へ赴任。なお、 前任者は皇族である、武田宮、常義雄陸軍中佐であった。同年8月15日の日本の降伏後の8月19日、砂利候補でソ連軍と停戦交渉を行う。日本側の参加者は、関東軍総参謀長、畑彦三郎中将、作戦主任、瀬島中佐、在ハルビン日本総領事宮川船夫と、ソ連側の参加者は、極東ソビエト赤軍総司令官。 アレクサンドル・バッシレフスキー元帥、第一極東方面軍司令官、キリル・メレツコフ元帥、同軍司令部軍事会議員、シュチコフ大将であった。この時瀬島は軍師として同地を訪れたため、内地に帰還することは可能であったが、同年9月5日、関東軍総司令官、山田オ三陸軍大将や総参謀長、畑彦三郎陸,陸軍中将らと共に捕虜となった。 この交渉の際、日本人労力提供についた密約が交わされたという説が刊行されたが、瀬島は否定している。その後、瀬島はソ連のシベリアへ11年間抑留されることとなる。この時、本来捕虜としての労働の義務のない将校であるにも、かかわらず強制労働を強いられ、建築作業に従事させられた。瀬島は高橋ブリガードに配属されたが、 特別の技術もなく何回か肺炎を患って、体が衰弱していたので、外での労働は無理と判断され、班長の高橋重隆の配慮で左官の仕事があてが、割れた。後にこの時のことを解逆として、左官が、左官になったと実感している。東京裁判証人として一時出廷。編集この間、連合国側から、極東国際軍事裁判に証人として出廷する。 ことを命じられ、1946年9月17日に、草場辰美陸軍中将、松村友勝陸軍少将,将と共に、ウラジオストクから空路東京へ護送され、卒井川商人として出廷した。ソ連側より日本への帰還の取引条件として、極東国際軍事裁判で昭和天皇の戦争責任を証言するように、求められるが断固拒否する。 さらにソ連側は、瀬島らに自分らの主張に沿った証言をさせようと家族との面会の話を持ち出したが、瀬島はこれも断ったがソ連は家族の所在を突き止め強制的に面会を強要した。なお出廷にあたって、瀬島は草場達巳松村友勝と供述内容について事前に打ち合わせを行っている。その内容の例としては、ソ連側は1943年以前の 関東軍の構成作戦計画に日本の侵略意図があると解釈したが、作戦計画は有事の際の傭兵作戦計画に過ぎず、天皇が関わる政策決定とは全く異なるという説明があり、その旨実際に証言を行っている。裁判後シベリアに戻され1950年代後半に入るまで抑留生活を余儀なくされた。 抑留中ソ連側の日本人捕虜に対する不当な扱いに対しては身を挺して抗議をしたため自身も危険な立場に立たされることもあった。1947年末から1950年4月までの間どこの収容所にいたかを語っておらず、モンゴルのウランバートルにあった第7006不良収容所に種村佐幸、浅田茂春、C ・少子らと共に収容されていたとみられる。 1956年、シベリア抑留から帰還した。アメリカは、日本の警察などに移植して、マイズル港で一週間にわたり抗菌尋問した。設立直後の自衛隊に入る、要、原志郎から、再三の誘いを受けたが、瀬島の長女が反対したため断念した。瀬島は、シベリアからの福音兵の就職圧戦に奔走し、1958年に、伊藤中商寺に入社する。 入社前に、瀬島は入社面接を拒否し、その代わりに手紙を送っている。面接を拒否した理由は、そこまで落ちぶれたくないというプライドだったと後に語っている。契約内容は食卓採用、給与は係長待遇、契約は毎年更新という内容だったが、妻の清子はこれを喜び、採用通知書を神棚に飾った。入社時の伊藤忠商事の社長は、 コスがウイチローだったが、ある日コスゲに呼び出された瀬島は、この会社には商売をする者は腐るほどいます。だから瀬島さんは商売はしなくていい。この先、日本も世界も大きく変わっていく中で、あなたには勝者としてどう進んでいけばいいのか。そういう観点から助言や補佐をしてもらいたいと伝えられた。元軍人でビジネス用語に不慣れだった瀬島は、こりゃ、 金利を覚えないでいいなとの笑い話を残している。1960年、伊藤中商事航空機部長になる。入社3年目の1961年には、業務本部長に抜擢され、翌1962年に、取締役業務本部長、半年後に常務となる。その後も、同社が関わる、様々な案件で重要な役割を果たし、1968年に、専務、 1972年副社長、1977年副会長と昇進し、1978年には会長に就任した。1981年相談役、1987年に特別顧問に就く。この間、防衛庁防衛研究所の戦士総称、大本に陸軍部大統は戦争開戦経緯の執筆協力、1972年11月には、 ハーバード大学、ジョン・カイ・ケネディ・スクール・オブ・ガバメントにて、1930年代より、王党は戦争までの間、日本が歩んだとの解雇という講演を行った。田中角栄とは田中が1971年、第三次、佐藤栄作内閣時代の通算大臣だった時、知り合ったとされる。小玉義雄は、現画実に紹介され知り合ったと言われる。 実験のない伊藤中会長だった1978年、長野茂雄日本商工会議所会頭に壊れ、日本商工会議所特別顧問、東京商工会議所副会頭に抜擢される。瀬島はそれまで財界活動はしていなかったが、以後、財界活動を活発に行うようになり、長野の参謀として、太平洋経済協力委員会やアセアンの民会経済会議などに出席した。 1981年、長野や鈴木善光首相、宮沢喜一、福田武雄、田中角枝の推薦、あるいは、長野と中曽根康弘行政管理庁長,長官から依頼を受け、第二次臨時行政調査会委員に就く、土孔俊夫会長の下で参謀役として働き、臨調の官房長官と称され、中曽根政権のブレーンとして、政財界に影響力を持つようになった。また、 大韓民国の軍事政権の全都官や路大愚、等とは両名と士官学校で同期の権力権を通じて、彼らが若手将校時代から親しく、近代中事件、公衆事件等内外の事情で、日韓関係が悪化していた1980年代、初頭の時期に戦後初の公式訪問となった中曽根首相の訪韓実現や全都間大統領の、 来日や昭和天皇との会見の実現の裏舞台で、奔走し、日韓関係の改善に動いた。ソウル五輪開催の際にも影響力を行使し、当時有力視されていた名古屋市の招致に本郷詞を入れないよう要請していたとする説が、複数の書籍で唱えられている。1984年に、訓一等随法賞を受賞。他にもアジア大学理事長。 財団法人千鳥が淵戦没者母援法仕会、会長、財団法人太平洋戦争戦没者、異例協会名誉会長などの公職を歴任した。2000年に伊藤忠商事特別顧問を退任。2007年春、入院中の瀬島は、同大経済懇話会常任幹事、のじふとに、安倍首相の美しい国づくりという提唱はとても良いことだと思っている。 しかし具体的な政策を出さないと国民がついていけない。ここで同大としての最後のご方向として、骨太な柱となる具体的な提案をしたらどうだろう。皆の知識と経験を集結して、国民にわかりやすく、そして国際的にも日本の姿勢がアピールできるようなテーマを考えてみたら、どうかといった。こうして2千七年五月三十日、同大経済混和会会長として、 瀬島隆造は安倍首相に提出した提案書の中で美しい国づくりの大テーマとして近未来を見据えた地球温暖化対策、クリーンエネルギーの増加、豊かな良い水を守ることを提案した。クリーンエネルギー提案書では10年間で風力と太陽光で電力の30%を達成するために風力とソーラーの統合発電機構を作り、関係産業各社と 電力会社の協力を推進すること、太陽光ケーブルの大々的利用、ソーラー関係機器商品の開発省令などを提案、森と水資源に関する提案書では、特に定年を迎えた元気なシルバー世代への啓発事業、保水と空気清浄の源となる、里山の増加育成、故障、ダム、湾などの新しい装置、技術を活用した浄水事業を、 山本拓馬、ま、山口忍、下山敏夫、小永慶一、中条隆則、野地二見、秋山智秀、鈴木正嗣、南崎国夫、小野寺主一、小野重則、上野原道行、岸国平らと連名で提出した、6月21日、妻の清子が老衰で90歳にて死去。それから3ヶ月足らず後の9月4日、妻を、追うように老衰のため、 東京都調布市の指定において95歳にて死去、死後、13名が送られた。同年10月17日には、築地本願寺において、伊藤忠商事とアジア学園主催による合同葬が取り行われた、と書いている、と語っているソ連との停戦交渉時、瀬島が同行した、日本側とソ連側との間で、保養抑留についての密約が結ばれたとの疑惑が、 斉藤六郎らにより主張された。瀬島は1996年の著書、イクサンガで密約説を唱える人たちは、明確な根拠を示してほしいと述べている。また、瀬島は、停戦協定の際の極東ソ連軍総司令官、アレクサンドル・バシレフスキーと関東軍総参謀長、畑彦三郎には、このような密約を結ぶ権限がなかったと反論している。また、ロシア側資料から、 そのような密約を証明できる証拠は、ペレストロイカの情報開示後も全く発見されてはいない。2002年に、政治学者、タクボ・タダイが、モスクワのロシア国立社会政治史文書館で、国家防衛委員会決議ナン、no. バー 9898cc、日本人、捕虜50万人の受け入れ、収容、労働利用に関する決議を確認し、このスターリンが自ら署名した文書に、 労働のためにやってくる捕虜の受け入れ、収容、労働利用の実施を行うよう次の人民委員に、命ずると強制労働命令について明記してあり、この文書によって極東ソ連軍の権限でなく、ソ連中央政府からの命令であったことが判明しており、密約説は否定された。この命令の当時の背景には、スターリンの北海道北半分の占領要求を、 アメリカが拒否していたことあったと見られている。のじふたみによれば、密約説とは、瀬島ら関東軍参謀が天皇を助けるためのバーターとして、一般市民を売ったと強制労働収容所の被害者に思い込ませ洗脳させる、ソ連の工作であったと述べているが、その根拠、証拠は示されていない。また、瀬島が著書、育産画の総工を旗に依頼した際に、 旗が瀬島に関する仮説に対する反論を注文したところ、瀬島は自身のための弁明は潔しとしないと抵抗したが、時伏せ、シベリア抑留11年間の9つの収容所に滞在した期間の抑留11年の年譜を作った。旗はこの年譜をたどれば、スパイ訓練所は存在しないと証明でき、瀬島海藻録の観光号は、悪意ある流言は消え失せたと述べた。 1954年のラストボロフ事件の際、ソビエト連邦代表部に当初機関だったユーリー、ラストボロフが亡命先のアメリカにおいて、瀬島を含む11人に厳格にチェックされた共産主義者の軍人を教育した。これらの人物は共産主義革命のため、モンゴルのウランバートルに存在した第7戦0不良書において特殊工作員として訓練されたと証言した。 このラストボロフの証言は、アメリカやイギリスなどでも報道され、日本でもこの事件以降、瀬島を隠れ共産主義者で、ソ連工作員とミナスロンが、松本政長をはじめ、多数ある。ワールドインテリジェンス氏の黒井文太郎は、コードネーム、クラスのフ和 KGB 正式エージェントであるが、実名不記載。著名な財界人として瀬島とは特定していない。また、 ソ連の対日工作責任者であったイワンコ・コアレンコは、シベリア抑留中のセジマ・リュウゾウが、日本人抑留者を前にして、天皇制だと、日本共産党万歳、と拳を突き上げながら絶叫していたと証言し、セジマ氏は、ソ連のスパイではないのかとの問いには、それは、トップシークレットとのみ回答している。国民新聞社の山田恵久氏によれば、 1979年10月に、レフチェンコ事件に関する記事によれば、レフチェンコはコード名、クラスの府の瀬島隆三と直接コンタクトを取ったことはないとしながらも、ソ連の対日工作責任者であったイワンコワレンコと、瀬島が深い仲だと証言している。保坂正康は、台湾沖航空船の戦果が、極めて疑わしいという大本営情報参謀。 オリエーザ陸軍少佐の報告を大本営参謀として握りつぶした可能性が極めて高いと指摘している。また保坂は関東軍がソ連によるシベリア抑留を了承していたかどうかなど、世辞も出ないと答えられない疑問について何度聞いてもほとんど答えず、史実に対して不誠実であったこと、しばしば自らを大物に見せるトリックを使い、例えば山崎豊子の小説。 不毛地帯の主人公は、実際には、複数の人間を総合して造形したものであるのに、同作の影響によって瀬島だけがモデルであるとの、イメージが、世間に定着していったことを指摘している。岡部真は、ストックホルム駐在の野寺新少将がつかみ、東京に送った、ソ連は、ドイツの降伏より3ヶ月後に、対日参戦するという最重要情報が記された、電報を、 参謀本部作戦下の瀬島が握りつぶしたと主張。野地二見は瀬島を批判する評論家たちは参謀本部での作戦計画は開戦から終戦までまるで瀬島が全て計画し、それが敗戦に導いたかのように思ったりしている。これこそが瀬島認識の根本的誤解であり、とんでもない瀬島第三望神話のもとになっている。これは陸軍の闘水の中枢である。 参謀本部の伝統、組織、能力、そして作戦、計画作成の実態について、あまりにも無知と言わねえばならない。と批判し、作戦家での瀬島は自ら計画を作り決定する立場ではなかったし、記録役という班長補佐役の仕事を通じて、各作戦計画について知ることができたと述べている。伊藤忠商事では、帝国陸軍の参謀本部の組織をモデルにした。 直属の部下を率いていた。これは、瀬島機関と呼ばれていたが、瀬島自身は、マスコミの造語であるとしている。田中清春は、入江愛正寺長から直接聞いた話として、先の大戦において、私の命令だというので、戦線の第一戦に立って戦った将兵たちを咎めるわけにはいかない。しかし許し難いのは、この戦争を計画し、開戦を促し、全部にわたって、 それを行い、なおかつ敗戦の後も引き続き、日本の国家権力の有力な立場にあって、指導的役割を果たし、戦争責任の回避を行っているものである。瀬島のようなものがそれだという昭和天皇の発言を、実著に記している。一方、1979年、昭和天皇の孫、東言う子と、伊藤忠商事社員との結婚式で、瀬島隆造夫妻が、 売借人として取り行われることとなった。それを受けて、スリランカ民主社会主義共和国大統領が来日しその歓迎版参会が宮中において催された際、宮殿の別室において同じく招待を受けた瀬島隆造夫妻は昭和天皇に拝越した。その席で瀬島は戦前戦後と大変ご苦労であった。これからも体に気をつけて国家、 社会のために尽くすように。それから、今度世話になる東、国の優子は、私の孫である。小さい時に、母と死に別れ、大変かわいそうな孫である。自分はこういう立場にいるので十分な面倒が見られず、長く心にかかっていた。この度立派に結婚することができ、自分も良子も大変喜んでいる。どうかよろしくお願い申し上げたいという言葉を発し、瀬島夫妻に、 孫娘の結婚に最子ご礼を述べた、と、瀬島は、実著で述べている。ありがとうございます。